このものがなくなったからアメリカ経済が今落ちてきてるわけ。話は簡単なことですね。ほんで今、対中戦略。アメリカにとって最後の敵は中国ですよ。中国なんですよ。だから何回も出しますが、世界支配です。じゃあアメリカがやるのかアメリカを使ってる演者がおるんですね。ちょっとこれ裏向けてくださいます。すいません。 先にすするって言っってててての方向けてもらってたんですがちょっと、これは4月の8日、もう2ヶ月ぐらい前ですね、なりますけども、丹波支えまで講演いたしました。えー、ビデオが、これはビデオじゃないけど、野口秀夫のビデオがあると思いますが、そこで詳しく言いました。世界支配について。で、その時に、世界支配の奥の院ですね。奥の院、クラブオブアイルズと言いますが、 そのクラブオブアイルズを構成しているのは十人の王です。黒い十人の王と言われてるんです。黒い十人の王。で、前に皆さんお話しされましたが、高校博士団。一番上の高は、普通の人と結婚しないです。高は三つに分かれて。太抗、高。太抗、高。プンシュ。太ンシ日本もこういう感じで、高校、博士団って言ったでしょ昔。 貴族があったね。これは翻訳してるんですよ。ほんで、このうちの孔は三つに分かれて、君主、大公、孔。で、彼ら同士で結婚するというのは、イギリスから、かつての、フランスあ、ロシアまで。で、彼らは、中央は、若手あったんですよ。中央は勝ち合ったでどういうこと結婚ですよ。だからみんないいとこなんです。王家は。でも第一次世界大戦で一った何なの王家の争いなんですよ。 そうですよ、単に。クラブオブアイルズの内部の戦いなんです。で、第一次世界大戦で、勝った王家と、負けた王家が出るわけです。ヒットラーが出てくるなんて、計算がやったわけ。だから、王家が、つまり別な言葉で言うと、そういう王家、クラブオブアイルズが、かつて世界を植民地で支配したわけですよ。その世界を植民地の中で一つだけ従わなかった国がある。それが日本なんです。日本だけは彼らの植民地にならなかったんだから。 だから、彼は世界支配言っても、別に、どう言えばいいんですか。当たり前のことなんです。もう部屋に直そうと思ってるわけです。まあ、わかりやすく言えば。ほんで、ここにずっと入りますが、フィリップスですね。ベルハルト。ハルロス。この2番目のベルハルトでした。オランダですね。そのお父さん。これが、皆さん前にお話したことありますが、ヨーロッパの支配階級の集まり、ビルダバーグです。 ビルダーバーグを作ったお父さんね。カルロス、スペインですね。それからヘンリック、デンマーク。それからベーテン、ベルギー。カール16世、スウェーデン。ハラルド、ノルウェーです。これがクラブバイアルです。ロシアはどうなりましたかロシアは皇帝は革命でやられたでしょだけど血は残ってるね。オーストリアのハプスブルグはここに書いてあります。ワックスブルグ。 最高です。この人はしょっちゅう日本に来るね。ある目的で。つい9番、ヨハネ・パウロ2世これはカトリックですが、王じゃないです。イタリー。10番は、ロシアへフランス。フランス、イタリー、そしてここに、オーストリアって書いてありますが。なんで、この3人は王じゃないのに入ってるんですか王が系だから、戦争で。だから、代わりだね。だから、オーストリアは、ハプスブルグ。ま、バックスで、かつてはそうですけど、ハプスブルグです。 それから、イタリアは王はいないですから、カトリックがやってるわけです。そして、フランスは、フランス革命で、ルイ14の首が跳ねましたから、ロスチャールが入ってるわけ。だから、申し上げたように、8、9、0は正式じゃないです。だから、クラボバーエルの中核は、7人の王です。それで、それを取り巻いて、フリーメイソン。さっき言ったね、大黒敏道。フリーメイソン。それとか、シエバール。 トライアンラコミッション、デルタバーグ、いろいろあるわけ。そして世界史がいいから持っていくわけです。だから、彼らは世界は自分らのものだと思ってるわけです。ら彼らからしたら日本が経済大国出てくるためなんなのと、はもう潰せってなりますよ。彼らの立場から考えたら。嫌だけどそれが世界の現実なんですよ。私は日本がもうすごい近隣の真面目で意識もやってなんだからだ、それ結構ですよ。 だけど、彼らからしてみたら、日本なんて王色人種なんでこういったら何なのと。まあ、日本にもアメリカ行ってヨーロッパ行って、はっと、握手したらそういうで言うのに、また頭下げて握手したら頭下げる必要ないじゃない日本のははこの猿は何しとんだと。もう、こんなもん尊敬なしてないですよ。彼らの中の一声で昭和天皇の首が止まったわけでしょ東京裁判はそれなんですよ。これ本当世界の現実なんです、嫌だけど。 ほんで、森さんが辞めなかったから、世界の支配の連中はあれ辞めさせろと。あんなことはダメだと。この森さんはもう何やっても神の発言、神の国発言から何とか何とか、もう絶対辞めない。皆さんもイライラしてたでしょ。マスコミはそう書いたから。ほんで、辞めさせろと。ほんで、この7番目のハロルドが来たわけです。ノルウェーの皇族、皇様が。今回のこの絵の国、その時の新聞のこと書いてある子引用しましたけど。何やと。つまりハロルドが来て、天皇皇后両陛下が、 宮中で、宴をなさったんです。歓迎会。ほんで、でノルウェーの王様が、ハラルドが勘断をしたという形で、到礼をしたわけですね。お答え。これは、赤坂の原員館ですよ。で、その時に、その、きれいな人たち、キルラな人は、立派なオーケストラが呼ばれて、で、その一番前に乗るのは、ハラルド国王夫妻ですよ。通路を隔てて、同じを座ってるのは、日本の皇,皇后両陛下です。 それから、皇室たちがおって、二列目の一番初めに席が空いてた。二列目の初め。森や日本の総理大臣、そこにいてんのダメやいない。その次に座ってたのが、橋本元総理だよ。まとめらおるん。一番端の橋本あ、あの、あれがおった。鳩山も。僕写真で見てますから。ずっと乗森さんいない。ほんで、 おは、日本の総理はどう言われたんですかこれはもう、日本の皇后天皇皇后陛下に、両陛下に、配慮をかわしたんです。ここだよ、問題は。全、原因は森をやめさせろですよ。彼らが言ってんだよ、やめさせろ。だから、はられたの。今問題の外務省。外務省が森総理に、 今回の統領には行かれなくていいんじゃないですかそれほど重要なものでございませんから。な、森のアホアホで、あ、そうか、って言ったんですよ。ほんで、赤坂の寿司屋に入ってるとこ見つかったこれなんだよ、と。あ、この日。総理何やってたんですかいやいや、外務省が別に行かなくて行ってたからな、僕は。ほら行かなかったんだよ、なよ。これはもう、これはダメ。これで終わったんですよ。 これでやっと森さんが、総理が見たんですよ。だから、世界支配の連中がじきじきできて、ね、笑いかけた。外務省がそれに乗っちゃった。だから今度、田中さんが出てきて、日本の外務省は含まれんだと。悪魔が知ってるとこだ。これは痛いが知れないようなとこだ。だからこう考えると外務省っていうのは、今度は日本のエスタブリシメント。日本の支配階級の巣だって分かるでしょう。 日本の社会階級の素で一番強いところどこよ宮内庁だよ。ここへ誰も出出せない。次は外務省あたり大蔵省は分けられて今財務省になってますが。そういう役所っていうのは本来そうなんですよ。私たちは東大出だ。とかほほ、放課を出た。あらした偉い人や。偉い人ちゃう。日本の社会階級からしたら使いやすい人間なんだっただ だから法務やって自分の体制を守るためですよ。今、教科書問題起こってるじゃない。変な話だね。日本人が全然知らないというから、教科書問題起きたでしょ。なんで中国へ当選してたのよ。そこを皆さん知らなきゃダメだよ。教科書問題でえらいろこっちはあんた知ってたの内容誰も知りません。なんで中国知ってんのよ。それは情報を皆さん自分でやなさい。僕はそんなことお前知らんわ。<laughs> このこの東大出たから偉い人じゃない。例えば今の。 東大文学部、私学科ではなここ,ここが中心になって、日本の学校の教科書兼でやってるわけです。で、自分らに都合が悪い。支配階級にとって都合が悪いのが出ると困るわけでないようが。だから、カーンってくるわけですよ。だから、支配階級。だから、前にお話し,したように、1ヶ月前、気持ちが先に行って違う踊りますね。<laughs> 縄文、ああ 縄文時代があって、こんな絵描いたじゃないこずっとこう、いろんな民族がおって、で、あとで言いますが、その中に古代ユダヤの人たちも入っておりました。北朝鮮、朝鮮半島、中国、猛虎、いろんなところからした人たちがいっぱいおりましたよ、と。で人口が少なかったし、平和の中でみんな生活し、それぞれの文化や伝統を守っておったこれ縄文時代なんです。三内丸山遺跡ってあるでしょ縄文なんですが。 青森なんてなこれはもう、ダメなところだと。あんな寒い、あんな平気地なんては、もう人間は住むところじゃない。だからもう文化なんてちゃダメだと思ってた。九州今言ってる三代丸山遺跡が、今から数十年前に掘り返されたら、ええー、こんな、もう時代にこんなものがあったのか、すごいもんですよ。僕丸山遺跡見ましたから。出てるもんがすごいんですわ。弥生時代のももっと優れてる。千人ぐらいが共同生活やってたんだから。 や、弥生人ってのは家族単位で生きておった。じゃあ、縄文人で家族単位ぐらいだと思ってたのに、これんやということは秩序上り政治だったわけよ。ねえだから、そんなもんが青森の橋で出まったら、困るわけですわ。なんで京都と奈良が中心やという風うに教育するから。ほんで、次に弥生人が来て、弥生人が来て、ね新しい文化を作ったんや。その証拠が土器やと。 縄文時代の時と弥生時代の時は違う。で、この人たちは米を作り生活の安定を図った。だから弥生人はどうのこうの言ってるんです。僕は違うって言って、弥生人ってのは中国人だよって言ってるわけよ。親中分なんだよ、日本に来て。だから縄文時代を叩き飛びしてきた。なぜやと武器だから。鉄製の武器で。だから従った人は米の作り方を教えた。で、同例になったんですよ、日本には。 だから、言って悪いけど、皆さん方の先祖。元、縄文人。つまり、現日本人が、米作って、命生きなげられたりだ。これは弥生時代です。ほんで、今問題になって中国とか朝鮮からバターン言われてる教科書。僕はこの前買って、見たら、この弥生人のことどう書いたのか。 この人たちは中国人で日本に来た新住民の中だ。書いてませんよ。今までと一緒だよ。縄文人は小やったけど、全く別々に言たら、弥生人は文化が優れた文化を作っていきました。だから中国やとか朝鮮がどうの,の言ってもそんな問題じゃないんですわ。だから日本のエスタブシメントっては、この教科書は出していいんです。わかる僕に言ってみよう。だから、本当のことを教えない。だから、